everyone. How are you doing? 2017年、新しい、ね、目標とかを掲げている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、英会話始めてみようかなって思っている方もいらっしゃいませんか？今ですね、ちょっと今年の正月バージョンの森カルチャースクール、チラシなんですけれども、今年こそ英会話感じちょっと書かせていただいてるんですが、ぜひねこの目標を持っている方のために今日は必見です。私自身の、大手での英会話講師の経験と、今こちらここでね、個人で英会話教室させていただいているので、それぞれ大手と個人英会話の、メリットデメリット、それぞれのメリットデメリットを今日はちょっとだけお話ししたいと思います。まずは大手の方ですねのメリットからいきたいと思うんですけれども、まず大手なのでおそらくこういろんなところに学校が存在していると思います。何々校何々校みたいな形で、ということは、自分の、お家だったり、学校職場の近くに英会話教室があって、そこにね通いやすいっていうところはすごく大きなメリットじゃないかなと思います。あとは、グループコース、グループレッスンがねメインだと思うんですけれども、グループなのでいろんな方が、その同じ英会話の、ね、レベルであれば、そこに集まるのですごいねいろんな人と出会えると思うんです。主婦の方にとったらね、例えば大学生のクラスメートやこうおじいちゃんもおばあちゃんみたいなシニアのクラスメートとかね、なかなかそういうところででもないとそういう方々と会わなかったり話す機会なんかないと思うんですが、そういった出会いの場でもありますので、いろんな人と出会っていろんな人とコミュニケーションが取りたいって思う人にとってはすごくいいかなと思います。で、デメリットで言うと、例えば時間割ですよね。自分の行きたい時間帯とか曜日にその自分のそのレベルのレッスンがあるとは限らないので、ちょっとそういう選べる部分が少なかったりとか、あるいはカリキュラムがね、1年コースとか3ヶ月コースとかいろいろあると思うんですけど、カリキュラムがガチって決まっているので、本当に自分がそれが習いたい内容なのか、もしくは自分がそのね、なかなかちょっとカリキュラム難しすぎてわからないことがいっぱいあるってなっても、どんどん淡々と進んでいってしまうので、ちょっと置いてけぼりになってしまったり、するケースもあったりしますかね。であとは先生ですね、どんな先生に当たるかっていうのが実際にレッスンに当日、初日ね行ってみないとわからなかったり、いい先生に当たればいいし、ちょっとなんかいまいちだなっていう先生に当たってしまったらその先生でずっと1年間っていうこともありえますので、その辺がちょっとね、デメリットかなっていうふうに思いますね。で、個人、モリカルの場合で、ちょっと今は話させてもらうんですけれども、個人はまた大手とはちょっと違うデメリットっていうのはあると思うんですね。例えば、グループレッスンがやっぱりどうしても作りにくいので、いろんな方との出会いっていうのをねちょっと求めてる方にはなかなかその要望は叶えられないかなっていうのは思います。あとは教室がここ1箇所にしかねないので、ご近所さんだったらいいんですけれども、もしねちょっとモリカルのね場所を調べてもらって、ちょっと遠すぎて通えないわっていう方もねたくさんいらっしゃるかと思うので、ちょっとその辺はデメリットかなっていうふうに思います。で、逆にメリットの方で言うと、基本的にはマンツーマンがメインになりますので、その方のやりたいこと、したいこと、習いたいこと、そういった具体的な要望があればもちろんそれを聞かせていただいて、それに沿ったカリキュラム、レッスンプランを考えさせてもらいますので、本当にしたいことができるっていうところとか、あとは特にこう時間割っていうものもないので、この教室さえ空いていれば、好きな曜日の好きな時間帯で予約も取っていただけますし、テキスト代もいただいておりませんので、レッスン代もね割とリーズナブルにさせていただいてます。なのでいろんな人たちと出会いたいとか、いろんなネイティブの先生から英語を覚えたいっていう方にとったら大手の方がいいですし、逆に、もうちょっと時間割融通聞いた方がいいなとか、リーズナブルがいいなとか、
自分のやりたいことが決まってて、それをちょっと集中的にやりたいなっていう方にとったら個人の方が向いてるかもしれないと思うんですけれども、まあ、でもね、どちらにせよ英会話ぜひ始めてみてください。うん、英語を知ってて損なことは一つもないと思いますので、うん、なんでね、今年こそ英会話 It's worth it! はい、なので頑張って Let's study English this year! Alright! Goodbye everyone! See you!